分かんねえよな。けどなんかそんな感じがしたんだ。あのさ、前に私先生に呼び出されたことあったろ。確かみんなでお弁当食べてる時、うん、アリサが生徒会長をやってくれって言われるんじゃないかってみんなで話したよね。あの時さ、実は言われちゃったんだよ先生に。言われちゃった？なんて？最近成績が落ちてきてるって。え？まあ考えてみれば当然でさ、バンドを始めていつもみんなで一緒にいただろう。だから勉強する時間も実際ちょっと減ってて、自分でもこのままじゃちょっとやばいかなとは思ってたんだけど、お前らといるとやっぱり楽しくってさ。アリサ。で、先生が言うわけ、勉強とバンドの両立は難しいんじゃないかって。なんか私ついカチンときて先生に宣言しちゃったんだ。絶対に勉強もバンドも両立してみせるって。今度のテスト5科目の合計が480点以上取れなかったらバンドをやめてやるって。480点？それっていくらアリサでも厳しくない？けどそれくらいやらないと説得力ねえだろ。だから結構気合い入れて勉強してたんだよ。そしたら毎日寝るのが遅い時間になっちゃって。そういえばアリサちょっと眠そうにしてたもんね。そういうことだったんだ。やっぱ高校の勉強って中学の時とはちょっと違ってやらないとできないからさ。なんで？そんな大事なことどうして言ってくれなかったの？格好悪いだろ。私が意地張ってみんなを巻き込んじゃったわけだし。それに頑張って勉強してるところとか夜遅くまで努力してるところとか、そういうのあんまりみんなには見せたくなくてさ。アリサ。違うよアリサ、私たちアリサが頑張ってるところ何回も見てる。アリサが努力してるところ今までずっと見てきてる。アリサいつも頑張って努力して楽器の練習してるじゃん。うん、そうだよ、アリサいつも楽器の練習頑張ってる。知ってるよ。そっか、隠す必要なかったのか。なんだ、必死に隠して損しちゃった。逆にださ。しかもそれが原因で勝手に追い込まれてイライラしてリミに当たっちゃったりしてさ、最低だな。何やってんだよ私って。ほんとかっこ悪いな。私なんてポピパにいない方がいいのかもな。最低だな。何やってんだよ私って。ほんとかっこ悪いな。私なんてポピパにいない方がいいのかもな。アリサはかっこ悪くないし最低なんかじゃない。アリサがポピパを辞めるならポピパは解散だよ。はあ？なんでそうなるんだよ。私より上手いやつなんていくらでもいるだろ。違うよ、アリサだけじゃない。サーヤ、リミリン、オタエ、その誰かが抜けちゃっても私はもう絶対にキラキラドキドキできないんだよ。かすみ、キラキラドキドキ？前にアリサの家の蔵でクライブしたよね。あの時みんなで演奏して私すっごくキラキラドキドキできた。アリサだってそうでしょ？それは私ね、ずっと思ってたの。バンドってすごいな、音楽って偉大だなって。だってどんなに気持ちが沈んでたってみんなで一緒に演奏すれば心がキラキラドキドキしてそんなのすぐに吹っ飛んじゃうんだもん。だけどこの前の練習の時おたえに言われて気づいたの。私がキラキラドキドキしてたのは
音楽だけの力じゃないって。サーヤとリミリンとオタエとアリサと一緒に演奏してたからなんだって。だからアリサ、ポピパにいない方がいいなんて言わないでよ。そっか、なるほどな、そういうことだったんだ。ん？どうしたの？私、バンドをやる前は学校でもずっと一人だっただろう。だから一人でいることには慣れてるはずだったんだけどさ、今は学校に一人でいると退屈で、なんか寂しくて、早く学校終わんねえかなって。それまでは何にも思わなかったのに、今は気づくとみんなのこと考えちゃってるんだよ。